先が尖っているので、怪我をしないよう気をつけてください。昨日発生した地震により、建物が傾いてしまった。このシャンデリアは室内を明るく照らしている。部屋が散らかっているので、早く片付けるよう母に叱られた。この小説は事実に基づいて書かれている。美術館で有名な絵画を見た。友人の結婚式に着ていく衣装がないので、週末買いに行く予定だ。台風の影響で大気の状態が不安定だ。社長はハワイに別荘を所有している。この町には公共の施設が多数ある。